お前何それ。これさ、矢印っぽくないですか。これ最後まで振ってる可能性はある。あるよ。おおレタロです。宇賀神です。秘密基地です。はい、じゃあということで今日は秘密基地大掃除企画。今日は合わせてお庭の草刈りもやっていこうと思うんですよ。はい、多分一番大変なのは庭の草刈りなんですよ。うん、なのでまずその大変なの終わらしよう。草刈りやりますか。うん、草刈りからやっちゃおうか。うん、じゃあちょっと外行こうか。ということでじゃあこちらの畑にする予定です。ここはそうね、この庭を、うん、まずは草刈りしていきます。ですがまあ皆さん違和感感じませんか。誰がカメラ持ってるんだと。古民家で2人で作業してる中でちょっとカメラ回しながらっていうのはちょっときついんで、今日焼き鳥くんに手伝いに来てもらいました。暇だもんね。永遠に暇空いてる空いてる空いてる。じゃあ今日は焼き鳥くんと3人で庭掃除からやっていきましょう。焼き鳥くん、古民家見てどう思った。マジで買ったと思った。いやもうマジで買ったよ。信じてなかった。信じてなかった。あの内見についてくれたりしてたのに。言い出しよかったよね。言い出しよかった。もう優しかったみんな。裏切ったみたいな感じになっちゃう。あんなによくしてもらったのに。それ俺は違うじゃん。いずれ。うん。2軒目。いやでもそれはある。ここをめちゃくちゃテクくして、第2の別荘を買うんだ。まず草刈りからやっていかねえと。だから今さ5月じゃん、ちょうどね夏野菜を植える時期なんですよ今。だから、まあ、何を畑でね植えるかっていうのが多分直近で決めなきゃいけないんだけど、うん、なんかやりたい夏野菜とかある？ナスかな。ナス好きだっけ。ナスか玉ねぎが一番好きだ。俺はねトマトやりてんだよマジで。トマト好きだもん。トマト大好き。ちなみに焼き鳥くんは好きな野菜ある？ネギマ。焼き鳥だ。やっぱ焼き鳥だ。なんだ宇賀神、手分けしよう。いやマジで賛成。それはだってあっちまんでしょ。勝負にしよう。勝負。あいいね。俺全然ばっこり早く終わらせてこっち手伝いに来ちゃうから。いい、俺が行くよ全然。いい、遠慮すんな。マジで早いよ。いや俺の方が早い。絶対じゃああれだ、いいってまで見に来んだよ。なんだよそれ。いや全然俺終わらし行くから。安心しろってな。分かった、すぐ終わらす。じゃあゆっくり行こうか焼き鳥くん。俺あっちね。うん、頑張れ。お前もな。そんな草刈りたい。いや違う。ちょっと見てほしいよ。どういうこと？やばくない？あったやつ？いや昨日内緒で。なんで出さへんの最初から？これ勝負にして。確かに。すっごいからちょっと行こうか。やば。やったことあるの？やったことない。音でバレるんじゃない？いや、それがね、いろいろ店員さんに聞いたんですけど、エンジンのやつはうるさくて、朝とか周り騒音がすごいから良くないらしい。うん、プロも電気のバッテリーのやつで、あこれはね、あんま音なんない。めっちゃ小さい。え？やばいやばい。秒でしょ。でも音ちっせえめっちゃ、ね、行こう。行っちゃうか。どう？めちゃくちゃ楽だぞ。やろうね。こんな中頑張ってる宇賀神の様子ご覧ください。はい、じゃあ蓮太郎がねなんか勝負とか言ってるんで、まあねサクッと終わらしちゃいます。
ここで畑作って、その作った畑の野菜で料理作ってみんなに振る舞いたいな。早く早く畑やりて。でも無理、大変すぎるマジで。宇賀神頑張ってました。俺こんな楽でやってるのやばすぎるこの人。がっつりやっちゃいますよ。お願いします。早くビビらせよ。やばい。腕パンパンになっちゃう。腕パンパン。これの方がきついんじゃないこれ。もしかして。いやズルしたからや。これ見せるつもりない。すごい人っていうのを思わせたい。はい、というわけで、まあ、だいぶね草もむしって、まあ、まだいっぱいありますけど、ちょっとお腹すいたし、まあ、今日焼き鳥くん来るっつって言ってたから米炊いといたんですよ。で、まあ、古民家っつったら、ね、なんかおにぎりのイメージあるんだよね。だからちょっとおにぎりをね握って、まあ、あいつらにちょっとプレゼントしていきたいと思います。はい、ご飯炊いたんでこちら。ちょっと冷めちゃったかな。うえー、たけのこご飯醤油入れたからおこげがめっちゃいいわ。よし、どうですか。お前何それ、お前何それねえ。いや、あれバレバレだろお前、それバレバレだよ。うわー大変だな。はやっ、反応が遅れたわ。あっちに目が行きすぎてずるいじゃん。何が、焼き鳥大変だ。ずるいじゃん。大変だったな焼き鳥くん。え、すごい。何してんの。すげえなんかさ、かわいそうじゃん、おにぎりが全部持ってかれたじゃん。何がよ。どうしたのあれ。んんじゃない、持ってこいよ、もうバレバレだよ。マジで俺めっちゃ頑張ったのに、あっちで。お前それ芝刈り機やん。草刈り機どっちでも一緒だよ。草刈り機な。マジでうざい。謝って。なんで俺謝んなきゃいけないの。草刈り機、芝刈り機って言ってごめん。長いのよ。え、購入ですかこれ。買いました。ガッチで買いました。いや、考えてみ、うん、よくよく、よく冷静に、冷静に、ね、無理じゃん。いや、思ってたよ、あっちで無理じゃん。無理だよ、うん、でも、お前がそんないいやつだったわ。本当になんかすごい申し訳ない気持ちになるね。タケノコご飯。タケノコご飯？お前もドッキリ知ってんじゃん。ドッキリの質よ。話。いや俺のはサプライズな。お前のはドッキリ。いやいやいや、サプライズじゃん。違う違う。俺も一応これ早く終わらせて手伝おうとしてたんだけど。感情のベクトルが違うよ。マジで。ごめん。いいよ。食べよ。食べよ。食べて。もう一回やろ。だからちょっと俺は助かった、でも逆に。うん。でしょ、ちょ、希望見えたでしょ。全然終わってないから。全然おにぎり作んな。じゃあじゃあ俺2個で焼き肉1個で。ある、ありがとう宇賀神。いっぱいある。ありがとう。別に、はい、それで2個すこ、うん、いただきます。豆腐おこげもちょっとおーできて、たけのこもりもりだね。めちゃくちゃ入れたね。でも1回目だから、うん、かもしんないけど、結構芝刈り機、芝刈り機じゃないって謝れよ。ごめんね、芝刈り機間違えてる。芝刈り機わけわかんない、どうしてもいいの。名前つけようじゃん、うがおえそのまんまジョンとかにする。いや、ウギーだし、車やっぱ全部それ揃えたくね。じゃあシビー、あ、芝刈り機、芝じゃん、芝刈り機ダメじゃん、ダメじゃん。クシー、あ、草刈り機の草のワイつけて
違う、裏地の名前から取ろうって言って俺の名前から取んの。だからジョンじゃん。ジンね、ジンに、だからジョンじゃん。ジョン。まあでも俺結構自力で頑張ったからさ、ちょっと見てよ。最近一人で頑張った方だと思うけどね。正直な感想言ってみ、わかんない。わかんない。俺もわかんない。でも本当にやった。本当にやった。本当にやった。おにぎり作ってたでしょずっと。じゃ本当に抜いた。でも抜いても抜いても終わんねえの。だからジョンでカロ。もうジョンね。とりあえずやりたいっしょ。ちょっと使ってみたい。裏でジョンやろうよ。やろ。このジョンをネック。お前に託そう。気をつけて。マジで危険だよ。電源。うわーえ。動画すげえ。ちょ行ってみるわ。おお。すごいすごい。やばいじゃないこれ。日本庭園にするって話じゃん。どういうのしたい日本庭園。まあ実際日本庭園を作るとはいうものの、うん、どこにどういう配置をするかっていうのは結構悩みどころで、お風呂から見たいの。お風呂どれ。この小屋をお風呂にしようとしてえできるするまあでもここに風呂を作るというのを前提と置いたときに、やっぱ風呂から池が見えたいんだよね。そう、池と木なると、ここ良くない？良くない？良くない？どんだけでかい？俺の想像別に半径1メートルぐらい。マジ？まあそこもちょっとゆっくり話し合いながら決めていきます。すげえ、でももう終わりそう、ね、終わったら表これで終わりだと思ってた。どんな感じ。もう少しこれ今買ったやつバッて集めて前行こっか。前行こう。日暮れちゃうよ。やべえ。じゃあやっていきます。表真っ暗ほぼもう。裏終わったんですけど、ちょっと暗くてビフォーアフター分かりづらいんで、明日アフター撮りたいと思います。こんな感じになりました。気づかない。全然気づかない。頑張ってますね。真っ暗になったらできないなと思って。ベンタロウは何してる？おい！てめこめろてめこめろ。いや、何？わかんない。怒り、俺の。見てる。手抜いてるね。完全に、うん。思った。完全に手抜いてるよね。お疲れ様でした。ひとりくんも本当ありがとう。マジでお疲れ様です。やっていただいて本当に感謝ですよ。真っ暗です。あなたキョリくんも動画映んないから、動画一回諦めて草刈りは1時間でやったから。そうだね。あなたまあ綺麗になった。表面の庭こちらです。まあ、そんな感じで今日も含め3人で頑張って表はやったんですけど、暗くなっちゃったんで家の中やっていきましょうか、うん。まあ、この畳の部屋は寝床として使ってるから割と土の方とかは綺麗なんですけど、後ろ見えるから使ってないところ
やったら汚い。まだね、手つけれてないんだよ。あれとか、クモの足でしょ。これでしょ、これ全部クモの足。フジコ、フジコって書いてある、本当に。まあ、キッチンも、うん、せっかくだから、ちょっと綺麗にして。そうだね。うん、まあ、料理できるようにはしたいな。で、まあ、あと、陶芸スペースもあるから。うん、もう、時間がない。行こう。テンション高。よし。じゃあ拭き掃除していきますか。していきましょう。ここ見て、ここ埃がめちゃくちゃ溜まってんだよ、埃。うわ、で払っちゃいます。うわ、どうなんだろう。いや、もはや上も拭かないとダメだこれ。もう取れへん。うわ、うわ、やばくない？一撃でこれだよ。黒、一発で真っ黒。すごいね。矢印っぽくないですか。正面がね、こっち正面なんでね、うん、で、見ると矢印のこう、ね、何のメッセージだろう。ここを開けたら分かる。なるほどね。開けよう。もしかしてだよ、うん、ここに在庫が眠ってる可能性はあるよ、ね、あるよ。これあるよね。結構ガチでワクワクしてる。よし、開けてみるか。開く？頑張れ。うわー、うるー、来た、どうぞー。よし、行け。どうー。もうない、もうない。いや、もっと俺正直虫がめっちゃブワーって出てくると思ってさ、ね、覚悟して手入れたよ。マジで期待外れだけど、いいことだね。いいことです。安心しました。状態がいい。はい、ということで、この矢印の謎は解けませんでしたが、この板張りの下に隠された。逆にまだあるから楽しみにしてこいね。じゃあ、まあこの和室もね、綺麗になったんだよね。最後、陶芸コーナー行こう。まあ唯一のこの古民家の掘り出し物コーナーだから、ちょっと楽しみ。マジで楽しみ。行こうか。行こう。はい、ということで最後の陶芸コーナーやってまいりました、はい、でね、絶対に再利用できるものがたくさんあるんで、段ボール用意したんで、この中に入れて、まあ保管して欲しい人とか必要な人がいれば渡していこうかなということで、コメント待ってます。はい、じゃあ、エリアごとに分けるとちょっとややこしいから、うん、どういうジャンルを集めるかちょっと分けよう。俺はじゃあ細長い系いこうかな。細長い系、いや、いっぱいあんのよ、腕とかさ。いや、長いものをさ、もうまとめといた方がいいじゃん。そうだね。こういうのはどうする？器。え、だからこういうのだよ、使えんじゃん。お皿類はじゃあここ並べるか。あ、そうだね、お皿類並べよう。で、眺めよう、まず。まず眺めるね、うん、じゃあ俺は、細長くない。あ、それだ。それだわ。もうそれで全てが集まる。はい、ということでやっていきましょう。見て、レンタロウ、これ、これさ、土練るやつじゃん、うん、これセメント練れね。めっちゃ良くない？寝れるね。あれ、川作るのにセメント流すみかもしんないじゃん、うん、流さないと作れないじゃん。動く？一回試してみる。おお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 
た。怖えよ。じゃあやったな。行きます。いいのゲットした。これは長細いんで僕の担当です。絶対長細い。見てください、峠川の取扱説明書出てきました。マジで秘伝の書じゃん。マジで怖いよね。ピザ窯になるって書いてる。ピザ窯にはならんでしょ。ピザ窯に自動になるスイッチは裏にあるって書いてある。お前それ適当だ。1350度以上。1350度、やばくね。暑いってこと。いやもうそりゃ暑い。暑いです。分かんないけど、でもまあ譲るときに分かる人が見たら分かるんだろうね。分かる分かる。絶対取っとこう。絶対これは片付け終わりましょう。いやお疲れさん。というわけでこの陶芸ゾーンイワフタはこちらです。どうぞ。というわけで宇賀神さん、はい、はい、どっか行きたいとこない。行きたいとこ、うん、入りたいものない。入りたいもの。うわもう確定。もう銭湯行こうよ。行こう。お風呂ないから。ということでまあ今日は掃除しましたけど、本当は腐るほど他にもやることあるんですが、うん、今日のとこは一旦ここでおしまいにします。はい、またね、ちょっとちょいちょい掃除とかぶっ壊すときとかいろいろあると思うんで、皆さんぜひぜひ楽しみにしておいてください。ご覧の方が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。インスタ、TikTok、Twitter、YouTube、切り抜きお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、僕らの夢である家を買うことはできましたけど、自分は古民家カフェを出すこと、はい、僕は最強の秘密基地を作ること、はい、この夢に向かってね、次も頑張っていくんで、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。